久保さんままあ、取りますよね久保さんも前のイリュージョン1セミナーから比べるとだいぶ年取ったんじゃないかなと思いますねいや年は取るもんですね筋肉痛でね痛いですよもう年ですね腰も痛いしそうこの前ね試合出たんですよ久保さんバキバキですねバキバキそう高校生に負けました いや、年ですね。<laughs> 年ですね、うん。まあ、あの、年取ってること、なんだろうな。うーん。まあ、久保さんが言ってる通り、気づいてるんだけど気づいてないというか。うん、まあ、別にね、まあ、普通の人生を送りたいんだったら、別に普通に生きてていいと思うんですよ。普通の人生だから。でも、なんだろうな。 他の人と違う人生を送りたい、えー、収入を、例えば月収100万とか、まあそれ普通のサラリーマンで働いてたら多分一生月収100万って難しいと思うんですよ。まあ営業マンとかね、インセンティブがガンガン入ってくる職種だったら別かもしれないですけど、普通の手取り20万とか手取り14万とかね、なんかそういう感じの、うん、ね、働いてたら月収100万はず無理ですよね。 コンビニのバイトずっと働いてて、コンビニのね、給料が月収100万になることも絶対無理だし。だそれをもし願うんであるならば、あの、年取るよと。だから、あの、今のうちにやっとけってことですね。じゃないと、あの、一生それは叶わないってことなんですね。夢は願うものじゃなくて叶えるもの。賞味期限月,月ってことですね。いってらっしゃい。